アルベルティン家の子祖、アルブレヒという観光アルベルティンカマタは、アルベルティン家はドイツのザクセン地方を支配していたベッティン家の分子。仮名は、子祖のアルブレヒという観光に由来し、アルブレヒト家と呼ばれることもある。1485年から1918年に至るまでザクセンの公爵、潜帝公王として君臨した。ザクセン潜帝公、 フリードリヒ2世の二人の息子、エルンストとアルブレヒトは、父から受け継いだ領土を長く共同で治めており、兄のエルンストがザクセン先帝公くらいについていた。1485年、兄弟は領土を分割することを決めた。アルブレヒト3世とその子孫は、ドレスデンを中心とする独立の世襲領を与えられ、この地域をザクセン公として支配することになった。一方、 エルンストとその子孫はエルネスティン系と呼ばれた。エルンストの長男の選定校、フリードリヒ3世健康は宗教改革を支援したが、アルブレヒト3世の長男ゲオルクヒゲ公は治療における宗教改革の進展を断固として阻止しようとした。ゲオルクの後を継いだ弟、ハインリヒ系健康の知性になって、アルベルティン系作戦広告にも宗教改革が導入された。 ハインリヒ経験校の長男モーリッツは、プロテスタントの信徒であるにもかかわらず、1546年に起こったシュマルカルデン戦争では神聖ローマ、皇帝カール5世の側についた。シュマルカルデン同盟に所属する福音派の諸公たちは、エルネスティン系の先帝校、ヨハンフリードリヒの指導下に置かれており、モーリッツの皇帝派への接近は、エルネスティン系に対抗するためであった。 シュマルカルデン戦争でプロテスタント側が敗北すると、カール5世は、モーリッツの功績に報いるため、ヨハンフリードリヒから剥奪した、先定公くらいとエルネスティン系の領土の大部分を、モーリッツに与えた。これ以後、アルベルティン系が、ベッティン家の主流となった。1652年に剪定公ヨハンゲオルク一世は、自分の死後は、アルベルティン系の領土を分割し、下の息子たち、 アウグスト、クリスティアン一世、モーリッツに分量を与えて、独立療法を創設させることを決定した。1656年10月に、ヨハンゲオルク一世が死去すると、翌1657年4月に所領が分割された。これにより、ザクセン選定校領からは、以下の3つの公爵領が分立した。3つの公爵下はいずれも18世紀中央までに断絶し、 その医療はすべて本家のザクセン選定校下に改修された。1697年、選定校、フリードリヒアウグスト1世は、ポーランドリトアニア共和国の王位を獲得し、息子のフリードリヒアウグスト2世もポーランド王冠を保持することができた。しかし7年戦争での敗北によって、ザクセン選定校下は政治的重要性を失い、フリードリヒアウグスト2世の死後はもはや、 ポーランド王を排出することは叶なわなかった。フリードリヒ・アウグスト2世の孫のフリードリヒ・アウグスト3世はナポレオン2世の庇護下に入り、そのおかげで1806年にザクセン王に昇格した。一方で、ポーランドにおいても支持基盤を固め、フランス帝国の衛星国のような性格のワルシャワ公国を成立させ、その君主となった。しかし、ワルシャワ公国は、 ナポレオン一世の没落と同時に消滅した。1918年11月、ドイツ革命によって、ザクセン王、フリードリヒアウグスト3世が退位すると、アルベルティン系は、ザクセン君主としての地位を失った。2012年に、フリードリヒアウグスト3世の孫、マリア・エマヌエルとアルベルトが立て続きに死去したことにより、アルベルティン系の着流は断絶した。 マリア・エマヌエルが後継者に指名したザクセン・エッサ・フェケのアレクサンダーと後にアルベルトが後継者に指名したリューディガーがザクセン・王家の課長位を争っているがドイツ貴族法委員会はアルベルティン系は断絶したという判断を下している。ありがとうございます。